さんこんにちは、おたよめちゃんです。はい、ということで今回はですね、真夜中のメロクロちゃんの第2弾、秘密のメロクロちゃんグッズ購入してきました。イエーイ。はい、ということで私もねすごく楽しみにしてたシリーズなんですけど、実は今日ドンキホーテさんでも真夜中のメロクロちゃんグッズが発売やったんですけど、朝はねそれを買いに行ってからこちらの秘密のメロクロちゃんを買いに行ってきたんですけど、最近ドンキさんで真夜中のメロクロちゃんグッズをね結構買ったので、そちらと一緒にまた別動画で紹介しようと思ってます。でこちらのね秘密のメロクロちゃんなんですけど、もうね結果的に言うとどっちもほんまに可愛い。私はやっぱり、ね、真夜中のメロクロちゃんに結構思い入れがあるので、あんまりね秘密のメロクロちゃんグッズは買わないつもりやったんですけど、結構ねこんな感じで点数的にはねそんなにいっぱい買ってないんですけど、なんかすごい爆買いしたみたいになってるんですけど、早速ですね紹介していきたいと思います。まずはこちらですね、マスコットです。オンラインでもね瞬殺やったんですけど、店舗は結構在庫があって、お顔もねめちゃくちゃ選べました。でね、真夜中のメロクロちゃんの時もそうやったんですけど、この子たちって結構お顔に個性があって、好みのお顔の子をねお迎えするのがすごい楽しかったです。で今回もねお顔はね多分真夜中のメロクロちゃんとほぼ同じような気がするんですが、お洋服が違っててですね、メロクロちゃんとも秋の装いになってます。でチェックのね色がちょっと違ってて、マイメロちゃんがねピンクベージュっぽいチェックで、クロミちゃんがグレーっぽいチェックでね、ちょっとなんか紫っぽいラインとかも入ってめちゃくちゃ可愛い。で今回もね頭に二人ともねぷっくりしたサテンのリボンついてるんですけど、ちょっとだけねサイドに寄ってるんですよ二人とも。それがねなんかおしゃれで可愛かった。タグはこんな感じで二人でおめかししてて、ポーズがめちゃくちゃ可愛い。こちらはお値段それぞれ2500円です。後ろ姿はこんな感じで、後ろにねめちゃくちゃ大きいリボンがついてるんですよ。柄がチェックやからね気づきにくいんですけど、結構ね大きめでめちゃ可愛い。襟はサテンっぽくなってて、ちっちゃいねリボンがついてます。あんまりちっちゃくないか、結構ねしっかりリボンがついてます。実はスカートのね裾にも二人ともねリボンがついてて、こんな感じでパッと見結構ねリボンが目立って可愛いんですよ。スカートはねこう見えて結構パリッとした固めの生地で、ふわっとね広がって見えるんですよね。シルエットが綺麗で、このスカートがねふわっとなってチラチラ見えるんですけど、なんかインナーパンツみたいなのをちゃんと履いてて、ちゃんとねクロミちゃんとマイメロちゃんでね色が違うんですよ。ちょっとこだわりが面白いなと思ってしまいました。尻尾はこんな感じでスカートの下からチラリなんですけど、マイメロちゃんはねほぼ見えない感じで、クロミちゃんはねちょっとこのスカートの裾からひょっこりと出てて可愛いなと思いました。こちらはもちろんね予備の子もお迎えして2セットを買ったんですけど、みんなねお顔が違っててほんまに可愛いです。真夜中のメロクロちゃんと並べたらこんな感じです。結構似てるかなと思ってたんですけど、今回マイメロちゃんはね立ち耳になってて、前回のマイメロちゃんは垂れ耳に地雷系のねリボンがついてるんですけど、結構お顔の雰囲気も違うし、真夜中のメロクロちゃんはね地雷系女子って感じなんですけど、秘密のメロクロちゃんはね綺麗めのお姉さんって感じで、どっちかっていうと量産型女子って感じで、二人とも違ってめちゃくちゃ可愛い。クロミちゃんは並べたらこんな感じです。クロミちゃんはね案外変わりがなくて、服のね色がパッと見違うかなぐらいなんですけど、なんかマイメロちゃんとクロミちゃんによってね全然印象が違ってて、すごい可愛いです。続いてはこちらのぬいぐるみです。めちゃくちゃ可愛い。正直ねぬいぐるみは買うか買わんか店頭に行って可愛い子がおったらお迎えしようと思ってたんですよ。店頭に行ってこう並んでる子をねお顔を選ばせてもらったら、もうめちゃくちゃ可愛い子がいて、しかも全然真夜中のメロクロちゃんと雰囲気も違って、これはもう別物やなと思ったのでこちらもお迎えしました。基本的には先ほどのマスコットと同じなんですけど、襟のところがフリルとレースの二重になってたり、でこのスカートの裾が編み上げになってたりと、ちょっとねこっちの方がやっぱり凝ったデザインになってるんですけど、この素材のパリッとした感じとかサテンのリボンの雰囲気とかはそのまんまになってます。でもちろんね立ち耳でめちゃくちゃ可愛い。なんかあえてちょっとちっちゃめなんですかね、なんかちょこんとついててすごいお耳が可愛いです。後ろ姿はこんな感じです。大きいリボンがねほんまに可愛い。マスコットではねちょっとキュッてなってね見えにくかったりしたんですけど、ぬいぐるみやとねしっかり大きいリボンが可愛い。で足がね結構プランとなってて自立はしないんですけど、お尻のとこにねビーズっぽいのが入ってて、結構ねお尻に重みがあるので座るのが得意な子やと思います。
な感じでお座りしてくれたらすごいね。スカートもふわっとしてめちゃくちゃ可愛い。マスコットと並べるとこんな感じです。今回はマイメロちゃんね、お耳が立ってるので結構ぬいぐるみの方ね大きく感じてすごいね可愛いです。クロミちゃんもめちゃくちゃ可愛くないですか。もうお目目がほんまに可愛い。デザインはね全く同じで、襟がついてるところにリボンがついてたり、ここに編み上げのリボンがついてたりと、マイメロちゃんと同じデザインなんですが、クロミちゃんはねなんかいつも以上にガーリーな気がしてすごいお気に入りです。後ろ姿はこんな感じです。クロミちゃんもねすごいリボンがね目立つんですよ。でクロミちゃん尻尾どうなってるかというとですね、こういう感じでちょっとねふわふわの尻尾になってるんですよ。こちらのぬいぐるみはなんとそれぞれ5900円です。結構高いんですけどね、しっかりしたドールになります。クロミちゃんも並べるとこんな感じです。デザインとかは全く一緒なんですけど、やっぱりね大きいのとちっちゃいのがいるとねめちゃくちゃ可愛いです。メロクロちゃん揃うとこんな感じです。真夜中のメロクロちゃんはピンクと黒でねこうパキッと雰囲気が違ったんですけど、今回はね二人ともお揃いの服で色もねそんなに変わらないので仲良しな感じがねすごい可愛くてめちゃくちゃ微笑ましい。真夜中のメロクロちゃんと並べるとこういう感じです。ぬいぐるみで見てもねやっぱりね秘密のメロクロちゃんのマイメロちゃんはねすごい大人っぽいです。クロミちゃんはこんな感じです。やっぱりね真夜中のクロミちゃんはね地雷系な感じでちょっとね強めな感じするんですけど、今回のクロミちゃんはねすごいガーリーでめちゃくちゃ可愛くないですか。マスコットはね雰囲気同じ感じかなと思ったんですけど、ぬいぐるみほど大きくなったらねやっぱり全然雰囲気が違います。続いて購入したのはこちらのリボンクリップです。これはね全然買うつもりがなかったんですけど、店頭でねつけてる子を見て、あやっぱり買った方がいいわと思ったので思わず買ってしまったんですけど、もちろんねクロミちゃんとマイメロちゃん2種類買いました。こちらはそれぞれ1500円です。結構ね大きめのサテンリボンなんですけど、ここのねリボンがちゃんと二重になっててねめちゃくちゃ豪華やし、ビジューもキラキラで、で、ここにね、メロクロちゃんたちのチャームがついてるんですよ。めちゃくちゃ可愛くないですか、これ。ここに白押しのロゴもついてまーす。台紙から撮るとこんな感じです。結構ね、大きめのクリップがしっかりついてまーす。こっちがマイメロちゃんです。マイメロちゃんはね、いい感じのくすみピンクのリボンになってまーす。で、ビジューの色は一緒で、ここにね、マイメロちゃんのチャームがついてます。チャームをメロクロちゃんともね、金具についてるので、簡単にね、外れたりはしない感じになってます。マイメロちゃんもシルバーでロゴが入ってます。まずは王道にマイメロちゃんにマイメロちゃんのクリップをつけたいと思うんですけど、襟が結構大きいので、襟に挟む感じになります。リボンの存在感やばくないですか？もうもはやリボンしか見えてないレベルやねんけど、リボンなしでも全然可愛いんですけど、なんか一回リボンありを見たらリボンありの方が可愛く思えてしまって、でクロミちゃんにもねリボンつけます。見てめちゃくちゃ可愛くない？もうほぼおリボンなんやけどさ、もうこの感じすごい可愛い。リボンつけたらねまた一気に地雷感増す感じもめちゃくちゃ可愛い。リボンはねお互い交換しても絶対可愛いなと思って、やっぱり可愛かった。クロミちゃんはねドクロが今回ピンクなのですごいリボンピンク可愛いし、マイメロちゃんはね黒のリボンが意外と目立ってるからね、この黒いリボンつけても可愛い。でこのリボンね買うときに店員さんがお姉さんもお揃いでつけたらめっちゃ可愛いですよって教えてくれて、なのでまんまと自分用も買ったんですけど、見てめちゃくちゃ可愛くない？これさ今お揃いなんですよ。クリップやからどんなブラウスにも挟めるし、めちゃくちゃ可愛いなと思って、人間がつけてもね大丈夫なぐらいちゃんとめっちゃ大きいです。ピンクはねくすみピンクといえども結構明るめやから、こちらもめちゃくちゃ可愛いです。続いては私が今回実は一番欲しかったグッズがこちらなんですけど、メロクロちゃんのポーチです。前回も実はメロクロちゃんのお顔ポーチって出てたんですけど、今回はですねポーチっていうかもはやカバンなんですけど、めちゃくちゃ可愛いです。まずこちらがクロミちゃんなんですけど、クロミちゃんはねここにねリボンがついててですね、でお顔はもちろん今回の秘密のメロクロちゃんのお顔なんですが、ここに持ち手がついててポーチっていうかカバンみたいに持ち運べるんですよ。
これがもうめちゃくちゃ可愛いなと思って、ちょっとしたお出かけならこれでいけるぐらいね、大きめサイズで、こちらはお値段が2600円になってます。チャックは両開きなんですけど、ハートのねチャームになっててめちゃくちゃ可愛い。でちょっと中を開けてみると、チャックはねこの端までしっかり開きます。こんな感じでパカッと開きます。めちゃくちゃ使いやすくない？この形。こっち側はポケットがついてるんですけど、ちゃんとね仕切りになっててめちゃくちゃ使いやすそうやし、本体の方はねマチもしっかりあるし、固めの芯みたいなのが入ってるので型崩れもしにくそうです。ちゃんと内側はナイロンっぽい素材になってるので汚れにも強そう。マジでこれは今回一番実用的で可愛いグッズやなと思ってます。裏はねくすみピンクで黒みってお名前が書いててめちゃくちゃ可愛いねんけど色。こっちがマイメロちゃんなんですけど、マイメロちゃんさ立ち耳やから形めちゃくちゃ可愛くない？マイメロちゃんはね黒でロゴが入ってます。チャックはマイメロちゃんも同じハートのチャームになってます。マイメロちゃんも開けるとめちゃくちゃ可愛くないですか？ここのね底がちゃんと硬いので、カバンとして持っててもね型崩れもしにくいと思うし、このね持ち手がファーになってるんですけど、あんまりモコモコしすぎてなくてね、裏側はこうちゃんとフラットになってるので手も通しやすいです。で、この持ち手が結構フラットやから、このね、リボンクリップもつけたら可愛いんじゃないかなと思って。見てー！めちゃくちゃ可愛い！持ち手のとこについてるから、ほんまにバックチャームついてるみたいな感じで、めちゃくちゃ可愛い！クロミちゃんもつけたらこんな感じでーす！可愛い！なんかドクロがね、ピンク色やからワンポイント同士でめちゃくちゃ可愛くないですか？で、持ってる時もね、ここにリボンついてるだけでね、可愛さアップですよね。めちゃくちゃ可愛い！ほんまにこのリボンつけんのおすすめ。このポーチはマジで使いたくて、予備もちゃんと購入しました。はい、ってことで秘密のメロクロちゃん購入品はこんな感じです。今回は商品数的にはそんなにいっぱい買ってないんですけど、一個一個が可愛くてめちゃくちゃ大満足です。最後までご視聴ありがとうございました。